見えてるのが、記念塔ですね。なので、まあ、本当にポトマックリバー沿いに、ホワイトハウスがあったりとかするので、彼らはね、ちゃんと窓側、国内線の移動はね、窓側の方が実はいろいろものが見えるんじゃないかなと思ってて、僕はこの空港を使ったことがないので言えばよかったなと思うんですけどね。写真撮影とかもねできたような気がしますが、帰り朝早い時にもし変更かけれるの、変更した方がいいかもしれないですね。ここの何階だ、ここが何階のことなんだ、ダウンストリート、アッパーレベル、フォーツ、ダウンロード、メトロ。さっきのところ、ちょうど同じレベルだったんで、あそこ自分できちんと探せばよかった。今はね、全然寒くないですね。週末どんどん寒くなるんですけど、じゃあこれ上なくてもか、我慢できるぐらいですけど。携帯は今充電してたの。彼らは、アライバルで、ダレスからアメリカエアラインで来てるんですね。ちょっと全然便がなくて、ダレスやな、ダラス、ダラスアメリカンエアライン、多分これですね。これコードシェア便だから、僕ら JL 便のコードですけど、まあ1460、1時41分ゲート25番で来るみたいです。ゲート25、あれが2、前日はね、その成田から、ダラス行きが10時間以上出発が遅れ、到着出発も遅れてたみたいで、知らなかったんですけどね。もうそうだったらいろいろ計画ずれてたんで、まあ、結果多かったですね。
25番、25はそこだな。だからそこにこう通気して入ってきたらもうすごいってことが分かりますよね。なるほど。まあ、デパーチャーのフロアのアメリカンエアラインのあたりに来てますが、まあ、ここはポインセチアがツリー状に並べられています。この空港はこの通りトトマックリバー沿いにありまして、今もランディングしてきたのが見えたんですけど、先ほどの、ゲート25っていうのは手前に見えている、手前に見えているアメリカンイーグルの飛行機の向こうですね、向こう側に止まるです。機体はどれか分かんないですね。この向こうは多分あれはボーイング車っぽい機体ですよね。どの機体なんですかね。手前のやつは後ろの尾翼あたりにあるから、あれはエアバスやったっけ。もうあの息子が幼稚園の時はもっと詳しかったんですけど、あ、今サウスウェストが着陸してきましたね、着陸してきました。アイランディング映ってますか。アイランディング、あ、で出発ですね。アメリカより23番ゲートなんですよ。すごいですね。ブレーキかかってなかったらああやってあんなちっちゃい車で押していけるんですよね。予定より早めに着陸、多分目の前をこう滑走しているエアバス車はボーイング車の機体がおそらく家族が乗っているダラスから来たやつでしょうね。25番に入っていくのかな、これは。ああ、そうだな、これ25番に入るね。今ね、ラインの音がしたので、家族からのあれは通知だな。いや、びっくりした。早い。早いや。早すぎる。早いのか。早すぎません。